激闘のアウェー山口戦、そして前回王者との一戦となった天皇杯2回戦を玉田さんと振り返ります。5月の月間 MVP が決定。今回選ばれたのは番組内で発表しますよ。おはようございます。オールビファーレン、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日は玉田圭司さんです。よろしくお願いします。今日はアウェー山口戦、そして玉田さんが試合の解説もされた天皇杯についてたっぷりとやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。さあ、そして今日は玉さんこれ教えてということで、皆さんからの質問にも答えていただきますよ。天皇杯の感想や注目の若手選手のことなど、いろんな質問を玉さんにお寄せください。ツイッターの方はハッシュタグオール VV をつけて、メールの方はオール VV アットマーク NIB.JP まで送ってください。お待ちしています。お待ちしています。質問が来るんでしょうね、はい。では早速アウェー山口戦、そして前回大会の王者との一戦となった天皇杯2回戦振り返りましょう。どうぞ。先週土曜日に行われたリーグ戦第19節はアウェーでの山口戦。ビファレンは連勝を狙います。長崎からも大勢のサポーターが駆けつけました。スタメンです。フォアマが3試合ぶりに戻ってきました。そして加藤ひじりは今シーズン初先発です。5分、ビファーレンのフリーキック。加藤ひじりが蹴りますが、惜しくも合いません。11分、ここは失点シーンですが、玉田さん、山口14番沼田選手をフリーにしてしまいましたね。まあ、キックにしても良かったですけど、まあ、少しでも体をぶつけるっていうことをしないと、こうなってしまいますよね。はい、失点してしまいました。代わって27分、今度はビファーレンのセットプレー。増山のロングスローを弾んだところにワンマン。このファンマンの反応早かったですね、玉さん。反応早いですね。やっぱりロングスローは今のチームの一番の得点源ですよね。はい、素晴らしい。にしてもこのボールのバウンドと軌道が見えていたかのような反応ですね。やっぱりストライカーですよね。これ一回潰れ、誰かが潰れることによって得点になる。まあ、これが一番キーになっているのかもしれないですね、はい。32分、そのファンマーが今度はパスでお膳立て。しかし山口のキーパーが飛び出しゴールとはなりません。38分、山口のベテラン山瀬がここからロングシュート。しかし畑野が見事なセーブを見せます。これ一回バウンドに当たってコースが変わっているんです。後半、入りが良かったのは山口でした。再三サイドからのクロスでビファーレンゴールを脅かします。ビファーレンの方は、玉田さん、ミドルシュートはありましたが、なかなか決定機を作り出せませんでした。なかなか崩すまでいかないですよね、はいはい。こういった展開になるのは原因があると思いますが、ミドルシュートは多かったんですよね。そして後半はどちらにもゴールは生まれず、1対1の引き分けに終わり、連勝とはなりませんでした。Para nosotros es muy importante que vengan todos los fans de Nagasaki, nos dan mucha fuerza tanto en casa como fuera. Bueno, darles las gracias y esperamos el siguiente partido de poder ganar para los fans, para el club y para el equipo. そして7日水曜日、トラスタで天皇杯が開催されました。ビファレンは初戦となる2回戦で前回の優勝チーム甲府といきなり激突することになりました。リーグでも上位で強いと思うので、やっぱ油断できない相手だなと思います。前回の天皇杯みたいな FC 東京みたいな打ち合いの試合をやってほしいです。リーグ戦で出てない選手が今日出そうなので、
そこをちょっと楽しみにしてますね。 J リーグの試合でイニョ選手とかまだ出るあまり見られてないので、今日の走る姿楽しみにしてます。みんなが一生懸命走って頑張ってる姿を見れたらいいなって思います。さあ、天皇杯はノックアウト形式のトーナメント、負ければ終わりです。山口戦から全員を入れ替えたスタメンには今季初出場の奥井と原田、そして長崎でのデビュー戦となる大渕が入りました。序盤は甲府ペースで進みます。6分のシュートは原田がセーブ。そして7分のシュートはクロスバーに救われます。しかしその直後、コーナーキックの流れからオウンゴールで先制を許してしまいます。玉さん、やはり立ち上がりでした。いや、もう本当入りが悪かったですね。怒涛の攻撃で受けてましたからね、はい、攻撃面に目を移すと前半はシュートまで持ち込めていませんでした。これはどんな理由が考えられますか。まあ、相手を見てプレーすることができてなかったですし、はい、まあ、自分たちのプレーができてなかったですよね。なかなかこういうシーンはあと少しのところまで行くんですけどね。このシーンも惜しかったです。井村選手から真ん中に折り返したのシーンですね。すごいパス。結局前半はロングスローの流れから瀬畑が放ったこのシュート1本に終わりました。後半の立ち上がりも甲府が押し込みます。しかし今シーズン初出場の原田が落ち着いたプレーでしのぎます。原田は随所にいいプレーしてましたよね。そうですね、いいポジショニングを取っていたので、あの正面にボールが来てますよね。素晴らしい。そしてリファーレも反撃に出ます。53分、サツキダのシュートは相手選手に当たってわずかに外れます。惜しい。59分にはクリアボールを拾った奥井がシュート。これも相手選手にブロックされます。83分、エジガルに変えてプロデビュー戦となるジョップ・セリン・サリンが投入されます。84分、宮城のパスから白井が放ったシュートも甲府の堅い守備を崩せには至りません。終了間際、奥井のクロスから今津とジョップ、そして岡野がゴールを狙いますが、ここもゴールとはなりませんでした。1点が遠かったビファーレンは0対1で前回王者に屈し、残念ながら初戦敗退となりました。Infelizmente a gente não classificou. Voltar nossas forças agora tudo para o campeonato para a gente buscar nosso objetivo, que é subir para a primeira divisão. Foi um jogo onde a gente procurou oportunizar, fazer jovens jogarem, né? Junto com a diretoria a gente decidiu por isso. Mas a ideia era buscar a classificação, mesmo colocando esses jovens jogadores dentro de campo. Então, sabia que ia ter dificuldade em algumas coisas, mas em outras coisas assim foi bem legal, assim, teve bastante ponto positivo dentro da partida.チャンス与えてくれたんで、ここでやらなきゃ、まあ、自分も勝ち残っていけないし、まあ、リーグ戦にも絡めていけないんで、最初思うようなプレーできなかったんですけど、まあ、全然気にせず次々という感じで取り組んでやっていました。自分の思ったようなプレーができてなかったんで、まあ、ちょっと悔しいデビュー戦になったかなと思います。やっぱりこうなかなか試合に絡んでなかった選手であったりとか、本当に今日がデビューの選手だったりする中で、まあ、本当に立ち上がりのところはすごくもったいないなとは思います。そこを本当にもっともっと僕であったり徳さんであったりベテランの選手が締まった状態で試合をさせてあげられたなとは思います、はい、今までのキャリアを振り返ってもここまでこう試合から遠ざかることはなかったので、いざピッチに立てるどういうコンディションなのかなっていう不安感と
まあ、久しぶりにこう公式戦のピッチに立てるなっていう、こう期待感と、まあ、すごいこう複雑な感情の中試合に臨んだんですけど、勝ちを求めてたので悔しいですし、まあけど久しぶりに本当に公式戦あって、まあ楽しかったなっていう印象の方が強いです、はい、試合にできる準備は常にできてるし、与えられた時間状況の中で自分の力をこうチームのために出せればなと思います。はい、ということで2つの試合を振り返りました。天皇杯に関しては田丸さんも、ね、試合の解説をされていました、はい、福井選手のコメントもありましたけど、全体的にはこの試合どういう感想でしたか。まあ、残念な結果でもありますし、もうちょっと違う結果は出せたんじゃないかなと思います。若手選手も起用されての試合だったんですね、はいはい、で今回もですね、田丸さんにプレー解説をしていただこうと思うんですが、今回は天皇杯のこのシーンです。はい、ね、さあ、また福田選手から長いボールが前に出ます。徳倉選手がそのボールを収めて真ん中へ、エジガル選手からのという惜しいシーンでした、はい、流れるような、ね、パスが展開されたこのシーンですが、残念ながらシュートまではいけませんでしたけれども、そうですね、はい、このシーンですね、はい、はい、田村さんに今回もボードを用意しました。ぜひお願いします。はい、はい、ゴール出どころは佐々木田選手というからですね、はい、まあ、ここからですね、うん、そうですね、はい、そこの前からですね、ここで、まあ、あのこうに張ってればここにスペースはないんですけど、阿部選手が引くことによってここにスペースがまず空きました、はい、でここにボールを出して、はい、ワンタッチで出すことによって佐々木田選手は前を向くことができるので、うん、こういう視野が取れるんですよね。あ、そうすることによってやっぱりフォワードの選手も動きやすいんですけど、でエジガル選手は裏に抜けずにここに止まることによって、この選手はここを見なきゃいけないし、この選手もちょっと見えるの中で、徳倉選手が裏を抜けやすかったんですよね。で裏に出したことによって相手は下がらなければいけない、はい、落ちるねマグネットが、はい、でエジガル選手も大部選手も行きました、で選択としてはマイナス、もうシュートもあったんですけど、はい、まあ、大仏選手が走ってくるんじゃないかっていう見えてた余裕もあったんですけど、まあ、打ってもよかったかなと思います。でもあとは大仏選手も、信頼してここに走っていればって、ここちょっと止まってしまったのでシュートも逃げなかったんですけど、信頼してここまで飛び出していけば、まあ、決定的なシーンにもなったのかなと思うんですけど、まあ、こういうシーンがなかなか見られなかったです。はあ、だからチームとしてあの、はい、ボールを動かすっていうことができたのが唯一のシーンがこれだったんじゃないかなっていうぐらいだったので、まあ、こういうシーンを増やせれば、まあ、より得点とかチャンスっていうものが増えてくるんじゃないかなとは僕は思うんですけどね。見てる方もワクワクしますよね、はい、解説ありがとうございました。ありがとうございます。ではここであのリーグ戦の方ですね、 J2 得点ランキング確認しておきましょう。はい、はい、こちらです。得点ランキング1位は藤枝の渡辺選手10ゴール、そして2位ですね、ファンマ選手がこの間ゴールを山口戦で上げましたので9ゴールになりました。これで山形のチアゴ・アウベス選手、熊本の石川選手と並んで2位ということで、はい、ファンマ選手ね、まあ、J2 リーグ折り返し間もなく迎えます、はい、そうなると得点王見えてきますけれども、どうですかねこの位置にいて、まあ、得点王っていうものも目指していると思いますけど、うん、まずはチームの勝利、自分が点を取れば勝てるっていうことはあると思いますね。まずはチームの勝利ということですね、うん。さあ、そしてじゃあその順位をね確認しておきましょう、はい、チームの順位ですね、リファーレンは現在4位です、はい、プレーオフ出場圏内の4チームが今混戦状態ですよね。そんな中首位の町田だけはちょっと勝ち点が伸びてます、頭一つ出ている感じですよね。明日はその町田との一戦です、前半戦の天王山となりそうです。田丸さん、今年の町田の印象どうですか。いや、町田は本当にやるべきことをあの選手全員がやれるチームですよね。サボらないですよね。なるほど。そのね、町田との、ね、戦いなんですが、町田ちょっと見てください。あのね、失点がねリーグ最少の10なんですよ。ただそのうち2失点がセットプレーからの失点なんです。というと逆に考えると長崎はセットプレーでの得点というのが鍵になるじゃないかと思いました。
はい、どうですかね。長崎はセットプレーが一番の強みなんで今ね、うん、特にロングスロー、ロングスロー、まあ、そこで強みを出したいですよね、はい、はい、これ山口戦のね、松山選手のロングスローをファーマー選手が決めたっていうね、シーン、確かにね、今シーズンこのロングスローが効いてるっていうシーン多いですね、はい、決まってますよね、まあ、この試合以外でもね、もう何点も取ってますからね、そう、でもこの岡野選手も、うん、ロングスローができる選手っていうのがいるっていう ね、多いんですよね、そうそう、はい、でそのロングスローから直接ゴールにつながるっていうのはセットプレーでいうと今までコーナーキック、フリーキックですけど、はい、いわゆるスローインからですからね、やっぱり 足より手の方が正確的、正確に投げれるから、まあ、それも定めやすいのかなと思いますね、中野選手もね、はい、町田戦に向けた印象をファーマ選手に聞きました。viendo los vídeos es un equipo fuerte, es un equipo físico y creo que tenemos que tener cuidado también en los últimos minutos porque aquí en su casa, en Machida, van a ser fuertes. Y nosotros con nuestro estilo que venimos jugando vamos a intentar ir allí a ganar, a conseguir los tres puntos e intentar ficar arriba en la clasificación.Yo creo que como vienen siempre a los partidos nuestros, fuera de casa y en casa, el equipo, los jugadores, el club, el staff, están 100% dedicados en conseguir el objetivo y creo que es muy importante que vengan ahí a Machida a apoyarnos y nosotros jugaremos al 110% también por ellos.さあ明日の町田戦に向けて長崎からパワーを送るために長崎県庁でパブリックビューイングが行われます、事前応募はいらないということで、はい、どなたでも自由に観戦が可能です。高木拓也 CRO も来場し日本代表時代の貴重なユニフォームなども展示されるそうですよ。勝利のためにみんなで長崎からエールを送りましょう。送りましょう、はい、明日午後2時キックオフです。全力で応援しましょう、はい。さあこの後は5月の月間 MVP の発表です、うん、誰かな。タマさん教えて。マシャさんからメガネ姿も素敵なタマさん、俳優のお仕事興味ありますか。ありません。そうなんだ。即答。皆さんお待たせしました。松藤グループプレゼンツ月間 MVP 企画発表の時間がやってきました よ。オフィシャルパートナーの松藤グループ協力のもと、勝利やクラブのためにその月に最も貢献してくれた選手をファン・サポーターの投票で決定します。さあクラブ公式アプリからの投票でその月の MVP が決定するんですが、毎月第2土曜日のオールビファーレの中で受賞者を発表します。いや毎回違うのでね、ドキドキするんですよ。なるほどね。さあ栄えある5月の月間 MVP はこの選手です。絶対諦めんだよ。今日一つになって絶対ホームで勝とう。行くぞ。ドア先からつながる。ヨレラ、ドライカーをしたか、前が開いた、シュートは決まった。落として、そして2位と3位の選手の発表の様子をご覧ください。あ、2位と3位もありましたっけ。はい、あるんですよ。この後ファンサポーターが選ぶ月間 MVP です。第3位です。31票。アウト。2位の方式になるよ。第2位238票。ハタの選手。おー、第1位ですね。発表します。1232票、米田選手。まあこの賞が獲得できたのも、まあ、監督、コーチ、スタッフの皆さんの力のおかげだし、まあ、チームメイトの皆さんの力のおかげだと思ってます。まあ、満足せずに、成長できるようにもっと頑張っていきます。今週の町田戦絶対倒しましょう。ありがとうございました。
はい、ということで宇野選手、選考理由としてはベイマックスさんがね、全試合出場しキャプテンとして、まあ、勝てない時もチームメイトを鼓舞してきた、うん、ね。それから青さんが絶対勝つという気持ちが伝わるプレー最高、僕のヒーローですというね、いただきました。そしてあの神トラップですよね、うん、あれはすごかったですね、ロベルト・バッジョかと思ったもん。いや本当知らないでしょ。知らないです。あれ知らない。イタリアのね。さあ、それから2位の畑野選手はね、ゴーちゃんがきっかけでカンターレを選手が楽しんでくれています。畑野五郎丸さんですね。あとバルド選手は、タイチキチキさんが体を張ってゴールを手術する姿に感動と、まあ、いろいろと意見がありました。はい、ね、皆さん投票ありがとうございました。いやー、すごかった。さあ、この松藤グループプレゼンツ月間 MVP 企画、6月分の投票期間は7月1日から5日まで、ビファーレ長崎公式アプリ内にある MVP バナーから投票してください。ピッチ内外を問わず、その月に活躍した選手から選んでくださいね。来月8日のこのオールビファーレンの中で MVP の受賞者を発表いたします。詳しくはクラブのホームページかツイッターでご確認ください。いや、来月は誰が選ばれるのか楽しみです。ドキドキです。さあ、皆さん、この後はお待ちかね、玉田さんの長崎弁講座です。梅雨に入ったら雨ばっかり降って、いや、お腹ね、用心せんばよ。関西サポーターの皆さんに朗報です。みんなの人気者ビビ君がお出かけしますよ。関東関西のサポーターの皆さんに日頃の感謝の気持ちを伝えるため、東京と大阪でイベントを行います。そうなんです。東京は7月2日、長崎県のアンテナショップ日本橋長崎館で、そして大阪は7月15日長崎県大阪事務所で、写真撮影会やクイズ大会などを開催します。事前応募が必要になりますので、ご親戚や友達がいらっしゃる方はぜひ教えてあげてくださいね。そして先週お伝えしましたアンダー22日本代表ヨーロッパ遠征のメンバーに選ばれた加藤聖選手なんですが、はい、いよいよ今日アンダー22イングランド代表と対戦します。楽しみですね。で、14日がアンダー22オランダ代表と対戦ということで、加藤選手頑張ってください。頑張ってください。さあ、メッセージを紹介します、はい、J リーグ大好き男さんから玉さんに質問です。チームが苦しい時にはどのような言葉をかけますか？そうです、僕は楽しめと言いますね。やっぱり物事をシンプルに考えるためにそういう言葉は僕は使いますね。楽しんで臨んで、そうですね、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。では最後にその町田戦に向かう選手たちに一言エールをお願いします。お願いします。そうですね、やっぱり突っ走ってほしくないので、ここで倒してほしいですよね。上位に食い込むためにも、はい、勢いつけが一目かけたということでね、町田戦明日午後2時から県庁でパブリックビューイングもありますので、ぜひみんなで熱いエールを送りましょう。田村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。これ定番化してますね。ビューイングのこっち長いな。